こんにちは、渡辺隆介です。ジャズギター100本ノック24本目。今回はリクエストをいただいていた、In Your Sentimental Mood をお送りしたいと思います。キーは D マイナーですね。で、このクリシェが特徴的ですね、この曲。から4度マイナーの G マイナーに変わって、ここでもベースラインがクリシェしていますね。はい、で2-5を挟んで1度マイナーにまた戻ってきます。でここで、クロホンでは A マイナー7 D7 となってます。この A7 弾かずに D マイナー、あ、 D7 だけでもいいと思います。はい、ここで、この1度マイナーがセブンスになることによって、感覚としたらこの辺りから、平行調の F メジャーが見えてるような感じですかね。なので6度セブンになって、 F メジャーの2-5で頭にこの F に解決して、そこからまた2-5 D マイナーに対する2-5で頭に戻っています。これで A が終わっていますね。でサビが、はい、この F 平行調のメジャーからすると、6度フラットの、D フラットメジャー7に転調してますね。でこれの1625、はい、でこの1625が続いて、で最後は Gm7C7 で、頭に戻ってます。でこの曲だと、最後のサビ後の A がこの最初の D マイナーからクリシェするパターンもあれば、まあ、これ口が普通なんですけど、アレンジとしてこの黒本にも載ってますけど、 B マイナーから B マイナー7フラット5、ここから半音ずつ下がっていくパターン、これもよくあるパターンですね。感じの、進行になっています。もう少し練習してから録音したやつをアップしていきたいと思います。ジャズギター100本ノック24本目ですね。 In Your Sentimental Mood をお送りいたしました。最後までご視聴ありがとうございます。